その十二話、うん、あのシーンはもうずっとオールマイとかひたすらみんなを守るために戦っているじゃないですか。そうですね。うん。ういやまあでもなりますよね。なっちゃうな、まあ。これもまあ裏話ですけどね。<laughs> はい、あれも。 ン戦闘シーンねねね実は3回回してんだよそうですね <laughs> やり直しちゃって結局でもなんかこうもう一歩あの音響の美馬さんがすごくこだわってくれて、はい、もう一回だけやらせてくれっていうのでわかりましたっつってやらせてもらったんだけど、はい、でもやっぱりい,いい感じになったよねいやもうほんとにかっこよかったです、うん、本当に鳥肌立ちましたもんいやいや僕見ててアフリコで後ろで見ててでもなんかやっぱこう何だろうこう 何かを背負って戦うっていうのは、はい、なかなかあれだね<あ>こうエネルギーを使う <laughs> 声を張るとかという <laughs>、はい、その肉体的疲労だけじゃなくて<ー>精神的にもこうブレちゃいけないっていう、うん、なんか芯の強さみたいなのを持たなきゃいけないから。しかものの時のオールマイトって、うんほんっ 本当にいいろんななものを背負ってるじゃですか自分とのタイムリミットであったり自分の力がだんだんと弱くなってきているものに対してだったりとかあと生徒たちがピンチだ相澤先生がボロボロだっていう部分もあってすごいいろんなものを背負って1人で戦ってるシーンだからだからまあそういう部分が僕のまさに平和の象徴でありナチュラルボーンヒーローっていう。 男なのかなと思って。まあ、あもう体当たりでやらせていただきましたけど。